はい、どうも、コリンです。今回の雑学は、ボクシングのアマチュアとプロの決定的な違い。まずはですね、体重の呼び方が違います。プロはポンドで呼んで、アマはキログラムで呼びます。で、次に、試合のラウンド数。プロは4回戦以上で、6、8、10、12回とありますが、アマは3回戦しかありません。で、グローブは、プロは6オンスか8オンス。で、アマの場合は8オンスのみ。で、服装も違います。プロはトランクスだけで、アマは上半身にシャツを着用しなければならないと。で、採点方法も違います。プロの場合はレフェリーは採点者の一人なんですが、アマのレフェリーはジャッジ任せになってると。で、それにアマは引き分けがない。で、プロはある。まあ、そこが違いますね。はい。ということです。